女子バレーボールチーム監督真鍋。姫路ビクトリーナの、橋本でございます。本日はこの多数お集まりいただきまして誠にありがとうございます。チームからは、2つご報告がございます。6月の、竹下のですね、監督就任会見では、V プレミアリーグを、目指すと申し上げておりましたが、9月20日に日本バレーボール機構が、スーパーリーグ構想というものを出されて、我々はそこに賛同しですね、我々の目標も、スーパーリーグに変更することといたしました。まだスタートしたばかりの、我々がこのような考え方に至りましたのも、地元、姫路市のですね、熱いご支援や、期待をですね、強く感じ、プロチームに必要とされる、地域密着のですね、運営が可能であろうという確信が、持てたことでございます。2つ目の報告が、新人事でございます。プロ化を目指すということですね、3つの重要な要素を、バランスよく、進めさせていただくことが重要だと、考えています。そのバランスの、1つ目でございますが、1つ目が、チームのスカウトや強化で、ございます。他の競技では、スカウトや競技をですね、スカウトや強化を監督が行われているようなですね、チームもございますが、我々としてはですね、フロントがしっかりやっていこうというふうに考えております。で、2つ目が、戦略や、戦術の面でですね、強い勝てるチームを作ろうということでございます。で、最後が、チームの全員、選手や、フロント、スタッフのですね、ファンやスポンサーを常に意識したマーケティング活動を行おうというところで考えております。このスカウトや強化、勝てるチーム作り、マーケティング活動をですね、3つのバランスを調整するポジションとしてゼネラルマネージャーというものを置かせていただき、チームのプロ化にはですね、絶対に必要であろうというふうに考えてございます。そこで、バレー界において、その能力にですね、最も長けた人物を考えましたときにですね、代表監督の経験、海外のプロの経験、人格、そういったところを総合的に、判断させていただいたところですね、真鍋政義氏が、適任であると、考えました。何度もお話を重ねですね、就任いただくことが合意されましたので、ここに発表させていただきます。契約は平成28年12月1日より、プロとして契約をさせていただいております。また来月中に会社の臨時株主総会を招集させていただいて、同時に取締役にも就任をさせていただく予定です。そしてファンの皆様にはですね、12月4日、地元姫路市で、初のファンイベントが開催されますが、そこで、正式にご挨拶をさせていただく予定です。以上、チームからのご報告でございました。元全日本女子バレーボールチーム監督の真鍋政義より就任のご挨拶をさせていただきます。皆さんこんにちは、真鍋でございます。本日はお忙しい中、遠方まで来ていただきまして誠にありがとうございます。多少で恐縮ですけども、この度12月1日より、姫路ビクトリーナチームのゼネラルマネージャーに就任いたしました。ということをまず報告させていただきます。先ほども説明がありましたように、この姫路ビクトリーナ、6月に隣にいます、竹下義が監督になり、そして先月ですか、V 機構様がスーパーリーグというのを発表され、我々は当然プロのチームです。まだ準加盟もしておりませんけども、我々の目標はスーパーリーグで日本一になり、そしてスタッフや選手が日本の代表に輩出したいというビジョンで今後活動していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。ですから監督を務めております
竹下義江からも一言ご挨拶をさせていただきます。皆さんこんにちは、ビクトリーナ姫路監督の竹下義江です。今回真鍋さんが GM に就任していただけるということが決まり、とても心強く思っております。私たちチームは来年から本格的に始動してまいります。ここ地元姫路に根付き、たくさんの人に応援していただけるよう、そういうチーム作りをしていきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。